吉田さん、iPhone いいですね。何シネマモードなんか、いい感じでボケてるじゃないですか。なんか、いまいちね、ボケすぎ、にじみすぎって感じはしましたけども、しばらく見てると、まあ、こんなもんだよね、みたいな感じで。で、顔はくっきりしてますもんね。これ、なかなかいいんじゃないですかうん。いや、羨ましく思いました。もう本当は今回はね、それだけです。羨ましい早く使いたいっていことですよね。で、このね、早く使いたいって思ってるんだったら早く使うしかないんですよ。 これがだからヶヶ月6ヶ月後1年後年結局使うわけですからだったら一刻も早く使い始めた方がいいし一刻も早く取り組んだ方がいいですよね何でも何でも人生限りがありますからね残り何年生きるつもりでやってるんだと思ったら半年後1年後って知名度になるぐらい遅いと思いますよだからやっぱり思い立ったが吉日まさにその通りだと思いますよいっらっしゃい